まりまり、よろしくお願いします。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしく。やっほー、みんな、お知らせがあります。今後、イラストの NFT 販売、音楽の配信、T シャツなどのグッズ販売もします。YouTube の説明欄、Twitter などをぜひチェックしてみてください。とってもワクワクなものがいっぱい売ってます。よろしくお願いします。中には限定商品もあります。何か特典あるんですか、アカネキャス様。デートができるよ。はい、皆さんよろしくお願いします。おい、お前ら。お、はい、上がってこいや。どうした突然、アカネキャス様。よろしくお願いします。今日も怖いことやっていきたいと思います。はい、で、今回の話なんですけど、人って、何で生きてるんでしょうか。まあそう。一つの課題ですよね。なんで生きてる、みんな一回は考えたことあるんじゃないでしょうか、はい、私はその人人の人一人一人の使命があるのか、もしくはボットも混じっているのかと。はい、はい、で人って年を取ると物理的に老化していきますね。老化していくのはそうなんですが、機械音痴。いやですね、本当もうシミ取りとかのレーザー行ったりね、私ね、本当ね、もうたるんでくるからね、全くね、本当にね。人って機械音痴になるんですね。え、それさ、昔からなんだけど、昔から私やばかったってこと？いや、単純に抵抗があるわけなんですよ。例えば今の、例えば20、30代の世代から見て、うん、今の60代、70代、80代の方はやっぱり20、30代の人たちの方が AI だじゃないや、機械に強かったりするわけですよ。今パソコンだったりとか、まあスマホのことはね、あれおじいちゃんおばあちゃん集めてスマホ教室っていうのやってるんでしょ。そうそうそう、やったりとかパソコン教室とかあります今。で、まあ、中にはやっぱり詳しい方もいますけど、人って年を取ると処理能力がやっぱりどうしても落ちてしまって、そういうデジタルに関して抵抗が出てきてしまうんですね、どうしても。なので、例えば AI の話なんですけど、今回。アメリカとか人口ものすごい多いんですね。ボットは何人いるんでしょう。ごめんなさい、間違えた。中国とかはすごい人口が多いですね。インド。ボットだらけ。いやいや、インドとかね。ボットだらけ。で、多いんですよ。で、うん、やっぱり人口が多い分若い方も多く、結局 AI だったりとかのサービス、ものすごいインドとか中国の人たちは、方たちは使うわけですよ。うん。うん、で、これ一人当たりの GPT が、まあ、高ければ高くなるほど、うん、そのデジタルに関して抵抗が出てくるとは言われてるんですね。例えば日本とかアメリカとかは結構一人当たりの満足度が高いので、うん、AI は必要ないっていう、え、そのデジタルとか必要ないっていう反対派が多いわけなんですよね。うん、そう。でもこれって何か蓋を開けてみると、日本って少子化だったりとか年を取ってる人が多くなっていて、あ、まあ要は若者がまあ減っていってるっていうのもあるんですけど、例えば中国とかだったらもうどん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 最先端、うん、もう便利だったらもう使おうっていうのが多くて、うん、とにかく使おうみたいな。でこれ日本と違うのは、もうすごい中国最先端になっていて、うん、例えば配達ロボット、コーヒーをね、あのホテルとかで頼んだらもうロボットがコーヒーを持ってきたりとか、うん、あとタクシーを呼んだら誰も乗ってないんです、うん、人が。で無人タクシー、そう、無人で無人タクシー、もうこれ学校の階段いや違う違う、ホラーに持ってくんじゃないで、例えばその無人でこうね乗せてもらって目的地までついで連れてってくれるとか、うん、本当に中国のめちゃくちゃ大手、アリババっていう会社とか、バイドゥっていう会社、アリババ、そう、バイドゥっていう会社とかあるんですが、アリババ、はい、ね、名前のネーミングセンス、もうものすごい大手の会社があるんですけど、もう世界でも超有名な、サイババみたいなさ、やめろやめろ、超有名な会社があるんですけど、ね、あのその会社の社員たちはチャット GPT とかをもう皆さんが使っていると。私の愛はどこへ消えたの？ねえ、便利だから使うって人が一番多いんですよね。で、例えば日本とかは結構抵抗があると。アカネキャス様は愛は全くな
いよ。で、あがりきょうさんはチャット GPT に関してはどう思いますか？AI とか。いや、まあ、その何、うん、あの発展しまくって安くなってほしくって。発展して安くなる、うん、まあ当たり前になって、うん、その何、私家事さ本当に苦手なんよね。はい、あのやってもらいたい。あ、ロボットにってこと？うん、あとすごい寂しがり屋だから私って。はい、はい、だからその何、なんかあの喋り合いでなってほしい。あ、なんか今のさ Siri とかでも喋れるけど、うん、しりとりしようでさ、うん、なんかアレクサとかありますね。そう、うんで、うん、がついちゃいましたみたいな、うん、あなたは中級レベル、うん、はい、ありがとうございますみたいな、微妙な、なんか微妙に会話にならんのよね。ちょっとなんか、何それとか突っ込んだらさ、うん、ちょっと何を言ってるかわかりませんみたいな、なんかもう一度お願いしますみたいな。はいはいはい。で、何回も言ったらさ、うん、なんか検索のあれが出てきちゃう。ね、うん、まあ、会話できるレベルの、まあ、AI はでも、もうどん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 ね、進化して出てきますから。できてるはずなのに発表してないのよ。とか、日本とかがその、反 AI の方とか。いるんですよ、要は。じいさん、もうええやろ、時代に乗っかれよ。ただこれ何が言いたいかというと、日本がとにかくみんな AI とか、うん、最先端のチャット GPT とかを禁止だとか言っていると、うん、中国とかに完全に出遅れて置いてかれます。間違いなくもうすでに置いてかれてるんですよ、うん、でもアメリカとかすごい、もうものすごいお金を投資してる企業とかもたくさんあって、うん、日本も投資していこうって言ったら、うん、結局元が取れないんですよね。だって追いつかないから、海外のものすごい企業の人たちがお金をものすごいかけて回収できるかもしれないけど、うん、もう日本ではもう追いつかないんで、結局どうなるかっていうと置いてかれてしまっているのが今の日本なんですね。そうだ、タイに行こう。てる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 ね、だから要はさ、その無人タクシーとかのギョッとするあればさ、でもタクシーのうんちゃんと揉めたりとかないよ。変なところに連れてかれるとか、遠回りするとかないし。あ、まあ確かにね。うん、うん、でもそのアレクサの件なんだけど、うん、オムがさ覚えちゃってる過程があってさ、うん、人間のモノマネするじゃん、オムって、うん、アレクサ電気消してとかさ、うん、あ、それオウムが覚えちゃって、アレクサ電気とか言うのよ。可愛い。本当に電気消えてさ。それは困る。それは困る、ね。飼い主さんがちょっともうやめてよみたいな動画あるよ。あ、楽しいね。うん、めっちゃ可愛い。その最先端の技術とかって結構やっぱり昔からさ。否定的な人たちはやっぱいるわけですよ、うん、なるというか時代に。いや、それそうなん、うん、そういうことになるだから今のそのね、うん、若い、本当に若い世代と、うん、もう30代40代50代の方たちとはやっぱりこう感覚が違うわけですよ。だって生まれた時からもう3歳ぐらいにはもうスマホを持っている世代とか。スマホ持って、はい、いや3歳はまだお母さんのスマホ見せてもらってるわけでしょ。いや、でもそのスマホに触れたりとかするわけですよ。だって俺がガラケーを、うん、初めて持ったの、ガラケーっていうかもっと前なんですけど、ピッチだったんですけど、小学校2年生ですからね。それでも早いんじゃない君で、こうどんどんさ3話音とか6話音とかさ16話音とか、それ携帯でしょ、ね、ガラケーでしょ。でも今の子たちはもうスマートフォン iPhone とかからスタートなわけですよ。要はもう機械に慣れていると、うん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 、操作だったりもう全然違うわけなんですね、うん、だからもう年を取れば取るほど、うん、そういうものに抵抗、テクノロジーにね関して抵抗が増えていく人が多いと。じゃあワテラは結構そのテクノロジーに触れるのがまだ早くてよかったね。早い
うーん、まあ進化していったのはどんどん体験している世代っていうのかな。あ、そうよね。だから昔の土遊びの時代も知ってるし、テクノロジーの時代も知ってるっていう、はいはい、半分半分のその人たちです、私たちは。あ、本当に進化を体験してる世代だよね。だってガラケーもそうだしさ、うん、本当に土遊びしかなかったのに、スーパーファミコン、プレステこうどんどんね進化して、そのプレステーションもどんどん土遊びどんどん進化してはくるわけじゃないですか。土遊びっていう言い方どうかなと思うけど、うん、そのなんていうの、なんかそういうのがなくても、うん、そのなんていうの、公園行ったらみんな友達がおって、うん、ねサッカーとかしてたもんね。そう、野球とかね、みんなで鬼ごしたりとかさ、うん、あるわけやんか、はいはい、ドッジボールとかね、そうアリさん集めるとか、ね、今もうだって球技禁止だったりしますからね、うん、これで球技禁止の意味が分かんないよ、はい、やっぱり怪我したりとか民家にね、その怪我してなんぼみたいな、まあ時代も通ってきてる世代ではあるとは思いますね。確かに怪我したな、うん、あんたみたいな、なんかだから今だから公園に集まってスイッチしたりとか、ちょっと今まあだから僕たちで言ったらゲームボーイとかまあありましたけど、あ、ゲームボーイ持って公園で集まってたわ、はい、そういえば通信ケーブルとかありましたけど、今の世代は私持ってたから人気者でしたね私は、はい、勇者になりますね。で通信ケーブルパクられたことある俺あー最悪、はい、で貸してっていう人めっちゃ多かったよね。でもそうそうそう、うん、でまあそういうそのなんていうのかな、進化を体験してる世代ではありますよね。だからガラケーからスマートフォンになって、うん、ね、本当にガラケーからスマートフォンにさ移行するのにもすっごい抵抗あった人いるでしょ。私抵抗あった人あ本当にずっと抵抗あった。私ずっとガラケー使うもんって言ってたんだけど、あのお客さんにね、うん、スマホプレゼントされて、はいはいはい、いじり倒してたらなんかその設定とかいろいろこうやってたらさ、あのこれもうスマホの方が絶対いいやんって。いやだから今日要はそういうことなんですよ。 AI とかその、うん、そういう系もデジタルに触れてない人が反対してるよ。一回触れるとそう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 、めっちゃいいやん、何これめっちゃ便利やんってなるわけですよ。例えばチャット GPT は何かって言ったら、文章をすっごい丁寧にしてくれたりとか、背景何々とのそう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 、お元気ですか、そう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 、お元気ですみたいな、お元気ですってそうそうしてくれたりとか、うん、あとはそのなんていうの、その仕事とかでもやっぱりビジネス文章を考える時間とかを削減できるわけですよ。でバーって、あ、これ言いたいなってことをすっごい丁寧にしてくれたりとかするわけなんで、うん、まあ中国の企業ではもうそれを採用している企業も大手ですから、本当にめちゃくちゃ大手です。あのアリババとかは本当にすごい会社なんですから、はい、はい、で糸みやびですね糸みやびで、はい、そういうね、最先端の技術を日本でもね使っていいんじゃないかなと僕は思うんですけど、反対派はたくさんおるということなんですね。うーん、どうですか、あかり教授様。何が？例えばイラストの話なんですけど、うん、AI で今イラスト作れますと、はいはい、でも AI は一応学習機能なんで、例えば人間とほとんど大差ないと言われてるんですが、うん、例えば人間だったら、うん、ワンピースとかハンターハンターとか、うん、好きな漫画をたくさん読んで、うん、で書き方を学びますと、例えばドラゴンボールを見て書き方を学んでオリジナルを作りますと、うん、そうね、そうで食べ物で言ったら例えば、うん、ラーメンとか日本のものではないんですよね。お寿司とか本当は発祥の地は違うわけなんですよ。まあ、中華料理なんですね、ラーメンとかあったら。でそのラーメンを例えば日本食って言われてるよ。いやまあまあそうなんですけど、例えば中本のラーメンをそっくりそのまま作ったら、まあ中本のラーメンやんけってなるわけですよ。ただ辛いラーメンを作った場合、うん、それはパクリではないわけですよ。でも元は中華料理なんですね。で中華料理を人が学んでそれをラーメンにしてるだけっていう。で要は AI もそうで、イラストを学習して、だから中華料理を学習して、だからそういう料理を作って提供してますよみたいな、はいはい、ラーメンを提供してますよみたいな、だるいわそうそう、この壮大な宇宙の中でこのチャンネルを見つけてくれてありがとう。これが君の人生の中で何か一つでも役に立つことを心から願う。
グッドボタン、チャンネル登録してもらえるととっても励みになります。よろしくお願いします。 Twitter や Instagram などの SNS のフォローもよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。あちらに見えますのが天秤座でございます。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。 See you next time. Interesting, right?